にちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、2023年買ってよかった排泄系アイテムをご紹介したいと思います。はい、まあ、排泄系アイテムってなんだかっていうと、私は排泄障害を負っていて、おトイレ問題っていうのがすごくすごく深刻です。まあ、同じように排泄障害を持っている人たちも同じような悩みってたくさんあるんじゃないかなと思う中で、まあ、私がいろいろアイテムを探して、わ、これこの時に便利だったなとか、これみんなに紹介したいなっていうものを今日はお伝えしていきたいと思います。ではまず一つ目、こちら、じゃん、ケラッタさんの防水シーツギフトボックスになります。私は寝るときにシーツを汚さないように必ず防水シーツというものを敷いています。で、今までは赤ちゃん用、ね、赤ちゃん本舗とか、なんかそういう赤ちゃんグッズがあるところに行って、あの防水シーツを買っていました。でも色がほぼ、介護用品もそうだけど、なんか黄色とかクリーム色っぽい色とか、あの水色、まあ、ザ、なんか皆さんが思うような介護用品色だったりするんです。で、まあ、赤ちゃんの場合は今度逆にウサちゃんが書いてあったり、なんかアヒルちゃんが書いてあったり、まあ、結構可愛い系によるので、なんか自分のこの寝室が真っ白く作っているのに、そこに自分が好きじゃない色が入るのが本当に嫌でした。そういうシーツを敷かなきゃいけない人なんだな私はっていう、なんか嫌な思いがどうしてもあって、なんでこんなに介護用品のシーツっておしゃれなものないんだろうなって思ってたんです。で、いろいろ探した時に出会ったのがこのケラッタさんの防水シーツでした。まず、まあ、今回このギフトボックスはケラッタさんの方からあのいただいたものなんですが、その前に私 SNS の方でケラッタさんの防水シーツをこういいよって投稿したことがあったんです。で、何が良かったかっていうと、茶色がブラウンがあったっていうことがすごくすごく感動して、もう即買いました。今では新しい色も追加されていて、茶色はまあもともとあった色と、あと紺、そしてグレーがあの新しく追加されていました。まあ、それ以外にも今まであったような黄色っぽい色とかベージュとか水色っていうのもありますけど、なんかそういうザ介護用品っぽくない色がいいなって人は、ぜひその茶色、紺、そしてグレー買ってもらいたいなって思うのと、もっと柄のおしゃれな防水シーツ欲しいなっていう方におすすめなのがこっちなんですよ。はい、これギフトボックスという形で今2枚組になっていますけど、単品でも買えます。フラワーとミモザ、そしてモロッカンとベニワレンで、リーフ、クラシックという、まあ、6種類の、あのデザインがあるんですけど、どれもすごいおしゃれで、私はこのモロッカンとベニワレンっていうデザインが気に入ったので、こちらをチョイスしてみました。ギフトボックスという形になっているので、あのプレゼントしやすくなりました。まあ、確かにおじいちゃんおばあちゃん介護されてる人もそうですが、まあ、その同じ車椅子ユーザーのお友達とかにもぜひこのギフトボックス使ってみてはいかがでしょうか。ケラッタさんの防水シーツの好きなところが手触りなんですよ。なんかもっと良くなってる感じがするくらい、あの個人な感想ですけどね、あのめちゃくちゃ気持ちいい。普通に防水シーツってあんまり良くない素材の防水シーツだとゴワゴワガサガサしてて、寝ている自分も気持ち悪いなって思うんですが、これはそんなことない。これすごい大きいサイズなので、お布団全面に敷くこともできますし、このこちら見るとつぶつぶ見えるね、つぶつぶがあるのでずれにくいっていうのがあるんですね。素敵。なんかどんどん改良されてる。私が一番初めに買った時のブラウンよりめちゃくちゃ良くなってますね。もうかわいい。はい、これがねベニワレンのデザインです。で、こっちがモロッカのデザインですね。すごいおしゃれ。こういったデザインなので、別にお布団だけに限らず、あのソファーとかにも敷くのもいいですし、例えばペットがいるお宅でも十分使えると思います。で、サイズが 90cm×170cm、 とっても大きいです。で、なおかつ
乾燥機も使えます。なのでお手入れもバッチリ楽ちんだと思います。ケラッタさんの防水シーツめちゃくちゃおすすめです。ギフトボックスもありますのでぜひプレゼントしてみてください。で、他にもケラッタさんの商品も結構メインは赤ちゃん系の商品があったりするので、赤ちゃんの防水シーツも可愛いのあったりするので、ぜひ他の赤ちゃんグッズとかもチェックしてみてください。次におすすめするのがこちら、タオルです。え、タオルって感じだと思いますけど、フリーズンブロンズっていうところのあのタオルになるんですけど、ちゃんとこれ今治タオルなんですが、消臭タオルになるんです。ショート動画の方にも出したんですけど、ハンカチにアンモニアをシュッシュッシュッって吹いて香って、うわ臭いってなるじゃないですか。でもこれをこうちょっとしたこう振ったりとか、別に振らなくてもいいんですけど、まあ、早めにこうね取るためにこう揉んだりしてって書くと全然匂いがしなくなるんです。えって思って、これ HCR の時にブースがあったのでお試しでやって、もう即惚れて買いました。で、何がこれいいかっていうと、例えば枕に枕ちょっと臭いなってお風呂あんまりね、例えば毎日入れないようなサポートがないと大変な人とか、ちょっと枕いつも臭くなるなみたいな人は、このタオル敷いておくと枕の匂いっていうのもほとんどしません。で、お尻私すごく蒸れるんですよ。シートがすごく蒸れて、そういう蒸れの匂いがめちゃくちゃ気になるなっていうのが夏場とか結構あったんですけど、その時にこのタオルを、まあ、家の中にいる時だけでも敷いていたら全然臭くならないの。なんでこんなに臭くならないのかなっていうくらいめちゃくちゃ無臭のタオルになります。これ洗濯してもその消臭機能が消えるっていうことがほとんど普通にねタオルが傷むまではないということだったので、今これずっと使い続けてますが、めちゃくちゃいいです。で、自衛隊の人たちもこのタオルで使ったバッグみたいなのを持って、例えば山ごもりするときに着替えのパンツとかをそのバッグに入れると枕にできるくらい匂いが外に出ないから、このタオルを使ったバッグっていうのも重宝されてるそうです。で、じゃあタオルだけなんかってなったらそうじゃなくて、靴下もあるんですよ。今私は持ってないけど、商品としては靴下とか中敷き、あと普通に下着もありました。男性用女性用の下着もあったので、なんか足臭いわっていう人とか、その靴下履いたら臭さ軽減すると思いますので、ぜひこのフリーズブロンズタオルチェックしてみてください。こちらもURL 概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。で、ご紹介するおすすめ商品、またこれですね、排出っていうか、今回はもう消臭系になってますけど、これファミリーガードです。これも旧ツイッターの方では言ったと思いますが、まあもう本当にやっぱり私はどうしたら自分が感じる臭さをなくせるかっていうのをやってるんです。例えばカテーテル導入をしていて、レッグバッグもそうですし、リューチしてる人でもいいですけど、カテーテルのつなぎ目って匂いがめちゃくちゃするんですよ。私はカテーテル外して洗ったりすることができますけど、リューチカテーテルの人たちは取って洗うってことができないので、尿独特の匂いっていうのを感じてる人ってすごくいると思うんですね。私も自分でそのちょっと使い古したカテーテルの匂いが気になったりして、どうしたらいいかなっていう時にこの消臭スプレーを見つけました。この消臭スプレーってめちゃくちゃ万能で、消臭というか除菌か、除菌スプレーって言ってるんですけど、布製品からプラスチックや金属素材まで使えますと。で、 99.99% 除菌するって書いてあるんです。で、用途のところにもちゃんと見えるかな、車椅子って書いてあるんですよ。焼肉行った時とか臭くなったなって思ったことないですか？そういう時にこれ使うし、さっき言ったそのカテーテルに対してつなぎ目だから、別に自分たちの体の中に入るところじゃない部分にこれをシューってするんです。で、シューってして、私は綿棒とかタオルとかでまた拭くんですけど、そうすると嫌な匂いが取れるの。ネットでも売ってますけど、こっちだったら DCM コーマックとか、なんかそういうところにもあります。
まあ、普通に消臭として使えるのでぜひ一回試してみてほしいということで、おすすめ商品ご紹介しました。で最後にご報告なんですけど、皆さんにおすすめしていたこのペリスティーンのアナルプラグですね、2年くらい経ったかなの前の動画にはなりますけど、うんちが漏れちゃう、だからうんちの蓋としてこのアナルプラグが使えるっていうので実験までしてめちゃくちゃ良くてっていうので紹介したんですが、こちら廃盤になってしまいました。コロプラストさんってヨーロッパの方の会社なんですが、そのヨーロッパの方でこう医療のこういろんな企画がちょっと変わっちゃって、でその企画が変わったところでこのアナルプラグが合わなくなったと、企画から外れてしまった。でもその企画に合わせてこれを改良するっていうのが難しいっていうことで、もう作らない廃盤になりましたということでした。まあまず買える分だけ買いましたが、もうそれがなくなったらこのアナルプラグっていうのも使えなくなります。まあ、なのでなんか日本で作れる会社さんがないかなって思っています。この動画を見た方、誰か一緒に作りたいなって思ってくださった方はぜひご協力よろしくお願いいたします。こんな感じで今日は、まあ、消臭系排泄系にとってのおすすめ商品2023をご紹介しました。また新たにいいものがあれば紹介していきたいと思いますし、今日紹介したケラッタさん、そして、消臭タオルブリーズブロンズとファミリーガード、本当にいい商品なので試してみてください。改めて商品は概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからチェックお願いいたします。はい、ということでこの動画が良かったなと思っていただけたのであれば、いいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。X や Instagram でも随時リアルタイムでいろんなこと発信しているので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。